さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。久田さん、意気込みをお願いいたします。はい、ありがとうございます。今年の原宿大変楽しみに待っており、練習も頑張ってまいりましたので、皆様に最後まで楽しんでいただけるよう全力で踊らさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは準備をお願いします。準備も整ったようです。それでは七福よさこい伝祝いめでたの皆さんです。改めまして、七福よさこい伝祝いめでたと申します。皆様に福と笑いお届けさせていただきますので、最後までよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは参ります。商売繁盛。空の